皆さん、こんにちは。パズル王です。今回は、この ROKR、ライノセラスビートルを紹介していきます。これ以前の動画で ROKR は、スタックビートルっていうのを紹介しましたけど、それのシリーズですね。今回は MI01 ですね。カブトムシ。めちゃめちゃかっこいい。さあ、早速、ライノセラスビートル開けてみたいと思います。ちなみにライノセラスビートルって、まあ基本甲虫のことを言うらしいですけど、カブトムシですね、とりあえず。で、パーツこんな感じ。相変わらず綺麗です。もうすでに色々カラーリングが施されていますね。そしてチューブみたいなパーツもいっぱいある。まあスチームパンクっぽいカブトムシになるわけですね。外バネですね。これも綺麗。いい。で、これが設計図。完成形こういう感じになります。今回も素晴らしい。解説書も結構細かく書かれてますね。で、これがパーツリストですね。まあ、この後出てきますけど、金属のパーツとかあるので、台座は以前のスタックビートルと同じですね。で、電池が単4、3本入ります。それ別売りで、こちらに細かい金属パーツ、ネジとかが入ってます。これで一つ感動したのが、このパーツ、ここ点線で綺麗に切れるんですよね。すごい。ガンプラも全部これにしてくれないかな。 ABS のパーツこんな感じ。結構細かいです。パイプ状のパーツとかあります。色も綺麗に塗り分けられていますね。素晴らしい。ちなみに今回はですね、ちょっと動画を試しに Vlog っぽい感じに作ってみました。いや、これ編集が結構大変でしたね。まあ、たまにまたやるかもしれないですけど、今回こんな感じでご覧ください。その他、設計図とか金属パーツ類。設計図、パーツリストに、まあ一応ヤスリもついてますね。工具もある程度ついていて、で、相変わらずこの金属の羽が素晴らしい。綺麗。で、今回は、この革のパーツがついてます。これ外バネに貼り付けるらしいんですけど、もうこの辺がね、たまらない。さあ、早速作っていきたいと思いますが、まあ、今回もニッパーとかピンセットとかはね、別で用意してください。ピンセットとかね、細かい作業いるんで必要だと思います。さあ、早速台座を作っていきましょう。ここに単4電池を3本入れる。ヨドバシカメラで買ってきました。いやー、これでね、パタパタ動くわけですよ。ネジで締める。台座は、以前のスタックビートルと共通ですね。これロゴ、金属パーツをはめ込みます。 ROKR でコードをどんどんつなげていって、まあ最終的にこの台座の上にライノセラスビートルがくっつくと。なので下の電源から電気が通って動くという感じですね。 ABS パーツはプラモデル組み立てるみたいに、まあ、設計図通り組んでいけばどんどんできます。で、一部ネジとかで止めたりもしますけど、まあ、今回もエンジンっぽい感じ。いや、これがね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。まあ、とりあえずこんな感じでエンジン部は組み上がっていきますね。この後いろいろ足したりします。で、羽、いや、相変わらずめちゃめちゃ綺麗で、羽は一部細いピンがあるので、それを曲げるのにやっぱり細いペンチとか必要かな。ここにはめて2枚を、まあ、止めるわけですね。で、ピンを裏側からこう曲げるわけですよ。これがねまあこういうものを使った方が楽かな。それにしても本当にこのね、羽が綺麗で、全てピンを折り曲げるとこういう感じ。いやー、すごい。で、このあとめちゃめちゃ細かいパーツで羽の付け根の部分を作っていくので、本当にね、ピンセットとかないとパーツがなくなるかもしれないので気をつけてください。ワッシャーとかめちゃめちゃ小さいです。いや、細かい作業好きな人はね、これはいいですけどね。で、細長い針金みたいなパーツをつけて、さらに小さいナッ
と。なので付属の工具で止めて、でその上からまあ付属のドライバーでネジを締めるといいと思います。でこれで片側の羽根が完成ですね。こうで2枚を真ん中のパーツで組み合わせると、これモーターがねぐるぐる回ると、これで羽根がパタパタと動きます。まあパタパタって表現はもっと早いですけどね、パタパタパタって感じですけど。で止めて、まあ中の動力部分がこれで完成しますね。で動力部分なので付属のグリースを塗ります。でちゃんとこのね付属の櫛もついてるので、これでグリース塗れると。この辺はたっぷり塗っときましょう、可動部なのでね。まあグリース結構入ってますけど、まあほとんど余ります。まあ多めに入ってるのは嬉しい。さらにパーツを取り付けて、まあこの段階でだいぶかっこいいですけど、完全にもうすごいエンジンっぽい感じのものが出来上がります。さらにパイプをつけると、もうものすごく馬力の強そうなエンジンっぽい感じになる。この辺のねパイプのパーツ細かくていいですね。もう男の子にはたまんないって感じです。すごそう。さあ今度は昆虫でいうと腹とか足の部分ですね。この辺もまさに昆虫、まあカブトムシですから今回はね、まあ、微妙にやっぱり前のクワガタとちょっと造形違ったりしますけど、でこのピンみたいな部分、これを差し込んで後ろに突き出るので、これが動力部とつながって、まあ、通電する感じですね。さあ電子部品をどんどんつなげていきます。この辺もいやーなんかね、まあもちろんねつなげるだけなんですけど、このコードつなげる感じとかめちゃめちゃ楽しいですね。これをちゃんとつけると、まあいろんなとこが動いたり光ったりすると、そのためのコードです。いや楽しい。で2つのパーツをコードでつながれたのでくっつけると、まあほぼほぼ動力部分というか完成しますね。でこの段階で中の動力がちゃんと起動するのかをテストすると、差し込んで90度曲げて、これで接続されますね。スイッチをオンにして、あとは金属部分を押すと動く。すごい今回もいやー素晴らしい。エンジンの部分のねこの上下運動、これすごいですね。で頭のとこもちょっと光ってますけど、この辺も後で組み込みます。今回は外バネに革のパーツがあって、これね裏が粘着になっているので剥離して、こうね貼り付けるだけと。いやーこれはね質感が素晴らしいんですよ。革かっこいい。で他のパーツも取り付けて、まあ、外バネができますね。まあ、これは動かないんですけど、このね革があることによって材質感がね素晴らしい。この外バネをつけていくんですけど、この電飾のところをここに通して、それをくっつけると。なので電飾はモーター部分の中に行きます。なのでモーター部分が光るようになるわけですね。コードも気をつけながらくっつけて、まあ、これでほぼほぼもう体は完成ですね。あとは頭、まあいわゆるカブトムシですけど、なんでしょうね、一本角のカブトムシっていう感じ。もうこの甲冑感が素晴らしいです。カブトムシ。あとは前足が結構パーツが細かく、一部金属のバネみたいなものを挟み込むので、まさにスチームパンクっぽい形状になります。
もう一個はめ込んで、このね、先っぽのね、カブトムシ感もたまらない。さらに途中に、まあ、パイプ状のパーツも取り付けると、もうこの機械的な感じが素晴らしいです。これで前足が完成ですね。あとはパーツを組み上げていけば完成。頭に前足をつけて、でこの頭の部分と体の部分を接続すると完成。 ROKR ライノセラスビートル、造形がめちゃめちゃ細かい。いやーすごいですよこれ。すごいかっこいい。ライノセラスビートル完成。もうとりあえずしばらく眺めてみましょう。めちゃめちゃかっこいいです。いやーこの体のエンジンっぽさがすごい。いやーでもちろん動きます。まずはスイッチ、後ろのスイッチをオンにして、金属のスイッチ部分に触れると動く。すごい。回してみました。ちょっともうすぐ見えますけど、後ろがね、体の部分が光ります。でさらにこのなんて言うんでしょう、エンジンのね、丸い部分が上下する感じ、馬力がすごいエンジンな感じ。いや素晴らしい。これはね、いやすごいな。まあ、完成大体1時間半ぐらいですね。設計図通りにやればそんなに難しくなく出来上がります。以前作った MI-03 のスタックビートルと並べてみると、もうカブトムシとクワガタが両方動く。いやこれはね、2個並べるともう迫力がすごい。でこのシリーズもう1個あるので、もう1個も届いたらね、3つ並べてみようと思います。2つだけでもカブトムシとクワガタはね、男の子の夢ですからね。素晴らしい。ということで今回 ROKR ライノセラスビートル紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。